こんにちは、こまきです。今日はね、きっと皆さん大好きなキャンメイクのランキングトップ10やっていきたいと思います。でこれ何ランキングかっていうと、私がね偶然 Amazon 見てて見つけた、なんだ、新着人気ランキングってやつで、まあ今売れてますよ、人気ですよっていうの、まあこれ1時間ごとにね、なんかランキング変わるらしいんだけど、それを4月の末に見てて、で5月になって届いたので、今日はそちらをね1個ずつ開けてみたいと思います。新着ランキングにしたから新作のものが多いかなって感じがします。まずこちら、キャンメイクカラースティックモイストラスティングカバーの4番アプリコットです。パッと見リップっぽかったんだけど、開けてみるとこちらコンシーラーになってます。アプリコットってリップみたいな名前だよね。あ、見える？あ、すごいいい感じの馴染みかも。商品のページ見るとね、密着保湿カバー力のあるスティックコンシーラーって書いてあります。結構あれですね、ちょっと映像じゃ多分伝わんないからあれなんだけど、だから最初ちょっとしっかりした感じなんだけど、指でポンポンポンってしてるとすっと、なんていうかな、サラッとした見た目ですね。これ全部で6色あるみたいで、コンシーラーで6色あるって相当いろんなタイプの肌に合わせてくるなって思いました。第9位こちら、キャンメイクライティングリキッドアイズ3番フローラルラベンダーです。すごくパッケージが可愛い。ウォータープルーフ、仕上がり長時間キープ、しっかり密着、涙袋メイク。ちなみにこれはね、シャンデリアベージュっていう色と、ドレッシーピーチと、このフローラルラベンダーがあるみたいです。あ、パッケージ可愛い。このようなパッケージになってます。出してみるね。じゃん。チップ型。あ、なんか割と透明感のある感じですね。あんまりパッて紫って感じじゃない。あ、でも近くで見ると、これすごくキラキラしてて可愛い。ちょっとカメラが遠かったんで若干近づけました。この辺塗ったんですけど、キラキラ伝わりますかね。ちょっとわかるか。キラ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 。ちょっと塗ってみちゃおう。うん、このチップがね、小さいからすごく塗りやすい。うん、塗ってみてね、紫感は全然ないんだけど、キラキラしてて可愛いんで、透明感出るかなって感じがします。これちょっと私、上にも使いたいなって思いました。第8位こちら、キャンメイクカラースティックモイストラスティングカバーの1番イエローベージュです。さっきのコンシーラーの違う色ですね。あ、うん、明るい黄色い感じです。ここにうっすらいるのがさっきのアプリコットなんで、横に塗ります。あ、超明るい。え、もうほぼハイライトじゃない？これちょっとアプリコットの方ももう一回塗ってみました。アプリコット結構本当にコンシーラーって感じがするけど、こっちのイエローベージュはもう白くない？ハイライトとしても使えそうですね。伸ばしてみるとこんな感じで色の違いがやっぱり分かりますね。第7位こちら、キャンメイククイックラッシュカーラー ER クリアホワイト。 ER ってなんだろう、ちょっとわからないけど、わかる人はコメントで教えてください。お湯でオフできるけど、カールキープ力が強いっていうね、ちょっと口コミでも人気のやつです。ウォータープルーフでスマッチプルーフ。スマッチプルーフって初めて聞いた。皮膚に強く目元へのにじみを防ぎます。美容液成分配合、お湯で簡単オフ。開けてみましょう。じゃーん。お、白っぽいですね。クリアって書いてあるけど、こう束でっていうかまとまってみた感じは白っぽいです。でちょっと今日ねメイクしちゃってるから手に塗ってみてるんですけど、特に繊維とかは入ってないさそうですね。入ってないです。今こうやって開けたら白っぽいって言ったけど、やっぱ広げてみるとね透明になる感じです。ブラシはこういう形をしています。これ気になる。私普段まつエクなんですけど、今ちょうどまつエク全部取れちゃってて、自分で下地塗って黒いマスカラ塗ってってやってるんですけど、ちょっとこれ明日にでも使ってみよう。第6位こちら、キャンメイクミックスアイブロウの5番モカブラウン。アイブロウで5番、すごいね、種類豊富だね。全部で5色あるみたいです。このような入れ物に入ってて、あーちょっと惜しい。なんかね、ここの筆入れてるとこすごい輝いてるからミラーになってるんじゃないと思ったらね、ミラーではなかった。もしここをねミラーだったら、こんなちっちゃいとこでも結構意外と役に立つんだよね、外でペッて直すときには。他
こ未来にしてほしいです。キャンメイクさん、でここの濃い色が眉の中心から眉尻、真ん中の色が眉全体とかあと眉頭で、ここはねノーズシャドウなんだって。裏に丁寧に使い方が書いてあります。キャンメイクの嬉しいところはあの外のパッケージじゃなくって割とねこの商品自体に使い方を載せといてくれてるものが多いっていうのは私はすごくいいなって思ってます。まあ、今回出てくるやつではここにね使い方載ってるのこれだけなんだけど、でも私割とそういう印象です。キャンメイク今ここに入ってたチップで撮ってみてるけどそんなに粉飛びする感じもしないかな。はい、手に塗ってみました。だいぶ濃く塗ってこの感じだからこの一番下のあの淡いやつは見えないんですけどこのような色になってます。はい、そして折り返し地点第5位はこちら、キャンメイクステイオンバームルージュ T03 のルビーカーネーション。これは全部で3色あってこの3色全部ランキングに入ってます。なんかすごい期待できる。あ、すごいちょっと剥がしかけちゃった保湿バームみたいな発色ルージュで落ちにくいティントタイプ、こんな色になってます。ぬりぬり、あ、すごいスルスル塗れる、滑らかな、すごい保湿感がすごいぞ、びっくりした今こうやって手で見てみてもあの本当にリップバームのしっとり感がこう手に取って見えます。じゃあちょっとリップはこう通して使ってみますね。あ、いいこれ。でしかも UV 嬉しいんだけど日焼けしやすいからこの夏はすごい使いたいと思う。うん、色もこのしっとり感もすごくいいです。え、これはかなり使いそう。しかもサイズがでかくてなんかたっぷり入ってそんな感じがします。え、すごい自然だよね。で、ちょっとこれ他の色も期待です。期待ですとか言ってる間にもう4位、これも同じシリーズ、キャンメイクステイオンバームルージュの T02 ハッピーチューリップ。なんて可愛い名前なんだろう。あ、色はでもそんなに変わらない気もするけどどうでしょう。さっきの色の隣に塗ってみます。少し薄付き、ちょっとピンク味なのか。もうちょっとさっきのは赤寄りだったけどこれはピンクって感じ、わかるかな、こんな色です。じゃあこれも塗ってみよう。うん、ほのかに色がついていいねこれ。しかもあれじゃない、え、何この色何色って聞かれてさ、チューリップ色なのって答えたらめっちゃ可愛くない。持ちたい、名前で持ちたい色うん、使える。はい、そしていよいよ第3位です。こちらキャンメイクウィンクグローアイズの一番テロテテウテラコッタブラウンです。ううあれですかね、最近流行りの濡れツヤまぶたメイクですね。すごい後ろにもそう書いてあったわ。こんな風にいろいろ書いてあります。二重の溝にたまりにくい、いいね。これ一つでグラデーションができるんだ。なんかキャンメイクのさやつさ、みんなあれだね、美容保湿成分とか美容液的なのがみんな入ってる感じがする。こんなパッケージです。テラコッタっていうのがねなんか今年っぽいよね。はちょっと出しすぎちゃったけど、あ、でもいいね。伝わる？このちょっとシャイニーな感じのブラウン。あ、かわいい。かわいい。これブラウンでこんなかわいいと思って初めて。こっちが元の感じで指で伸ばすとこうやってすごいねキラキラしてるの。ブラウンなのに全然暗いイメージにならない。伸びもすごくよくって、伸ばした後はねサラサラしてて別になんかこうグロスっぽいからってベトベトする感じではないです。これはね人気出るのわかるわ。そして第2位はこちら、キャンメイクウィンクグローアイズの2番サクラモーブです。さっきのテラコッタと一緒にねランクインしています。これ全部で2色で両方ランクインです。サクラモーブとはまたいい名前をつけますねパッケージも可愛いです。ちょん、めっちゃ可愛い。なんで早く買わなかったんだろう。今ここにちょこって出してみただけなんだけどもうねピンクだけど上品なピンクでもっとキラキラが入っててすごい大人可愛いっていう言葉が似合う気がする。伸ばします。可愛い、なにこれ。この辺塗りました。すごい可愛い。こうやるとキラキラしてるのもわかるね。
烈山豚、これで作れますよ。かわいい。さっきのテラコッタも大人っぽくていいんだけど、こっちのサクランボーブもすごいかわいい、かわいい、かわいいしか出てこない。ごめんなさい。なんかもうレビューがどうしようもないぐらいかわいいが炸裂しちゃいます。これすごく気に入っちゃった。毎日メイクに取り入れちゃうかもしれないです。ただすっごいキラキラ感は強いから、オフィスとか学校っていう感じではないかな。なんか休日遊びに行くっていう感じかなって思いました。そして最後第1位はこちら、キャンメイクステイオンバングルージュの1番、リトルアネモネ。またおしゃれな名前ですね。アネモネ、リトルアネモネって何？いや、アネモネっていう言葉をパッて聞いて、私ちょっと色がどんなのか全然想像できないです。おー、こういう色ね。赤だけどちょっとオレンジ味の赤って感じかな。これがルビーカーネーション、これがハッピーチューリップ、そしてイデオリトルアネモネ。どうでしょう、これがリトルアネモネです。わかるかな、この微妙な色の違いですよね。ちょっとこれはなんか元気なイメージがある気がする。じゃあ塗ってみよう。うん、よきよき。すごい手が大変なことになってる。なんかどの色でもすごく使いやすいなって思いました。強いて言うならどれが好きだろう。この最初のやつが、まあ、色がちょっと濃いめのやつだから分かりやすいっていうのもあるんだけど、3番のルビーカーネーションっていう色が私個人的には好きかな。名前の響きだけで言ったらハッピーチューリップアネモネは何なんだろうね、ちょっと後で調べよう。はい、というわけでキャンメイクの新着人気ランキングトップ10紹介してみました。本当にね、今まで持ってなかったアイテムなので結構開けててすごい楽しかったし、あ、こんな色があるんだ、こんなバリエーションがあるんだって思ってすごくびっくりしました。私的にすごくね、今ちょっと試してみてテンションが上がったアイテムはやっぱね、1番はこれだね。この濡れまぶたが作れるアイグロウ、はい、これがすごくすごく色が上品で今時の名前でいいなって思いましたあとはやっぱりこのねルージュもすごくみんな良かったです。さすがね、この5つがトップ5占めてるだけあるなっていう感じがしました。あと皆さんが使ってるキャンメイクのおすすめなアイテムとかあったらぜひそちらも教えていただけたらなと思います。今日の動画が楽しかった、参考になったと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そして YouTube にある字幕作成機能もぜひご協力お願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。Something doesn't feel right.